はい、マガキです。今回はですね、この実話ナックルズ、こちらは6、7月号ですね。で、掲載しました、ミャンマーの、裏風俗潜入って記事があるんですけれども、その投稿者さんにですね、ちょっと記事見せましょうか。こういう感じ、これ実際去年の、1月に行った記事なんですけども、はい、こういうね、でミャンマーのこれヤンゴンっていうあの大都市にあるお店なんですけどね、ここにこう、まあ、裏風俗に潜入した方がいらっしゃいまして、でその人にですね、雑誌では写真で紹介したんですけど、実はあの動画が結構あるということで、それを今回 YouTube でお見せしようかなと思います。多分ミャンマーの裏風俗ってあんまりこう行ったことがないっていうか、日本人でもですね、中でこう動画とか撮ったことある人あんまりいないんじゃないかと思うんで、結構貴重なものになってると思います。はい、ご覧ください。ここはですね、ミャンマーの、ヤンゴン の、 あのダウンタウンってとこです。まあ、昔からある古い街並みがこう特徴的なんですけど、これ行ったのは去年の1月、2020年の1月なんで、まだコロナとかが世界中に流行る前だったんで、あのこういう子供とか若者とかがもう道でなんかこうバドミントンやったりとかサッカーやったりとか、こう楽しく遊んでる感じですね。でこれがあのミャンマーっていうのは仏教の国なんで、これ一番でっかい、ヤンゴン市内の、まあ、お寺なんですけど、名前ちょっと忘れちゃったな、 なんとかパコだっつって、あのすごいでかい金ピカの建物が建ってる仏塔っていうんですかね、あのミャンマーの若い人たちはここにデートに行くっていうのが定番で、この日もあの、まあ、おじいさんおばあさんから若い人たちからこういっぱい集まってきてますね。こういうふうにあのみんな信心深いんで、あの若い女性とかもみんなこうやってお寺に来てあの祈ってる感じで、あの顔にですね、田中っつって、あの白いなんつうのかな、化粧品というかお城みたいなのをこうほっぺたに塗るんですけど、これがミャンマーの特徴。あと腰になんかあのスカートみたいなものをこう巻くんですけど、男の人も女の人も、それが割と特徴ですね。で、まあ、夜の街は、ちょっとこう、なんていうのかな、まだね、経済発展してる途中で、ちょっと暗いっていうか、光が少ないんですけど、でも、まあ、治安は割といい方だったと思いますね。なんか、街歩いてても危ない感じは全くなかったんで、で、屋台とかがいっぱいあって、すごいこう、一人で歩いてても全く問題ないような感じでした。まあ、あの観光地化されてて民主化してからは外国人のお客さんとかもいっぱい来てる感じですね。でですね、これがあのヤンゴンの、まあ、ダウンタウンのメイン通りというか、まあ、遊び場のストリートがあるんですけど、その中にあるエンペラーっていうお店 でこれはね、なんか撮影禁止なんですけど、だから携帯でちょこっとこうあのボーイさんの目を盗んで撮ったんですけど、こう、ま、真ん中にこうランウェイみたいなモデルさんが歩く舞台みたいなとこありまして、要はこっからあの遊びたい女の子を選ぶっていう店なんですよね。で、あの、まあ、いわゆる連れ出しクラブみたいな感じで、お客さんは外国人がメインなんですけど、こう歩いてる女の子を見て選べるのと、あとこう座った席にあのいっぱいこう女の子が集まってきて、この中から選んでくださいみたいな感じで、あの店員さんが案内してくれるっていうシステムです。で、ね、値段がね、結構かかりまして、これ、中に入るのに入店代で1万チャットって、まあ、大体日本円でまあ何千円なんですけどね。あと、指名代、花代って言うんですけど、指名代が3000チャット、それからお持ち代、お持ち帰り代が1万2000チャット。で大体1万5000円ぐらい全部でかかります。あの女の子にチップと、それからタクシー代とかもかかるんで、
ちょっとこう、年々値上がりして1万5000円ぐらいになっちゃうっていうことで。で、これが、持ち帰りをしたニャーちゃんっていう女の子で、ちょっとこう、ミャンマー人ってですね、中国っぽい人と、隣のバングラとか、そっち系の、ちょっと肌が黒い感じの人がいるんですけど、この子はどっちかっていうと朝黒い系の顔立ちがはっきりした感じの人でしたね。歳はね、多分ね、18か19ぐらいだと思うんですけど、なんかボーイさんがあの子は若いよって言ってたんで、ちょっと実際何歳なのかよくわかんない。まあ18歳ぐらい、学生さんなのかな、みたいな感じでした。で、まあこんな感じで部屋にこう持ち帰りして、で遊ぶと。で、朝までいるパターンと3時間ぐらい、2、3時間のショートとロングってのがあって、この時はショートで、遊ばせてもらったんですけど、で、今ちょっとお札数えてるんですが、これは女の子に渡す、チップ代。大体だから、本人にはね、5000円ぐらいだったと思います、確か。で、あと帰りのタクシー代とかも合わせて多分こう6000円ぐらいじゃないですかね。ミャンマーは、飯が、一回100円とか200円で腹いっぱい食べれるぐらいなんで、5000円って言ったら結構な高額な料金になるんですけど、まあまあ、それはこう、そういうもんで。で、ミャンマーの風俗はこういう持ち帰り系のクラブと、あと、タチンボとか、あと、オキヤって言われるすごいこう汚いやつとかいっぱいあるんですけど、まあ、外国人が安全に遊べるなら、このエンペラーさんっていう一番有名なとこに行くのが、一番ベストかなみたいな感じですね。ちょっと今国がごちゃごちゃして何ていうの、軍がね革命っていうか反乱を起こしちゃったんで、今このお店がどうなってるかわかんないんですが、まあ見てもらえばわかる通り、結構可愛い感じの女の子がいっぱいいるのが特徴です。